石川県富月市軍の範囲富月市軍は石川県にあった軍。2005年3月1日に鈴軍と統合してホース軍となった。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。元は越前国の一軍であったが、養老2年5月2日に白衣軍、能登軍、鈴軍と共に分立して能登国となった。 天平13年12月10日から天平法事元年までは越中国に属した。当初の富月主軍が現在の和島市全域を含んでいた一方で、現在の穴水町の大半は能登軍であった。能登軍との軍会が移動したのは能登国分国の頃と考えられる。軍河は和島市内の釜屋谷に B 遺跡と推定されている。 ふげしぐんやくしょわじまちょうに村、うしつちょうさん、あなみつむらよん、あずまほそんご、しまざきむらよく、はかしちむらなひとしきしむらはあきしむらきもろおかむらじゅしっぴむらじゅういち、うらかみむらじゅななうらむらじゅにしほそんじゅおおやむらふげしたにむらかわらだむらくぐいすむら なじみ村19、ちょうの村20、にし町村21、いわくら村22、やなぎだ村23、かみ町村24、いわいど村25、かみの村26、もろはし村27、みなみ村28、うか川村29、やまだ村30、かぶと村31、中居村32、南北村33、本郷村34、三井村35、黒島村。ありがとうございます。